W.H. スミスは、イングランド、ウィルトシャー州スウィンドンに本社を置くイギリスの小売業者である。公語では、スミシズで知られる。同社は、商店街、鉄道駅、空港、病院、高速道路のガソリンスタンドで、書籍、文房具、雑誌、新聞、娯楽品を販売するチェーンストアで知られている。W.H. スミス社は、ロンドン証券取引所に上場しており、 フッチー250種総合株価指数の組入れ銘柄である。世界初のチェーンストアであり、ISBN 書籍分類システムを作り出す役割を果たした創造的な企業である。1792年にヘンリー・ウォルトン・スミスと妻のアンナはロンドンで新しい教唱事業として WH ・スミス紹介を設立した。二人の死後、紹介は 息子のウィリアム・ヘンリー・スミスが引き継ぎ、1846年に同名の息子、ウィリアム・ヘンリーを共同事業者として WH、Smith ・スミスさんに改祖した。紹介は鉄道ブームに乗じて、1848年のユーストン駅を皮切りに、鉄道駅にニューススタンドを設置していき、鉄道を利用することで新聞の主要な全国的配送会社になった。息子、 ウィリアム・ヘンリーは事業の成功を足場にして政治の世界に足を踏み入れ1868年に会議員となり保守党政権で何度か大臣を務めた。息子、ウィリアム・ヘンリーの死後、未亡時にエミリー・ダンバースは自身の権利として死者家を創立し、ハンブルデン女死爵となった。この夫妻の息子は父親からは事業を、母親からは死者の理解を継承した。 第2代ハンブルデン死者区が1928年に死去すると事業はリミテッドカンパニーに再構築され彼の息子の第3代ハンブルデン死者区は全ての普通株式の所有者となった1948年に第3代子爵が死去した時の相続税が厳しいものだったので会社を公開会社にせざるを得ず株式を WH スミス社の従業員と市場に売却した 第三代子爵の弟は1972年まで会長の座にあったが、スミス家の影響力は薄れ、1996年にスミス家最後の経営幹部が引退した。1966年に WH スミス社は、スタンダードブックナンバリングまたは SBN と呼ばれる個々の書籍を識別するための9桁の番号を考案させた。これは1970年に、 国際標準の ISO2108 として採用され、1974年に ISBN 企画になるまで使用された。ヨーク駅にある小さな WH スミス店舗の入り口数院ンドの WH スミス本社ビル1970年代から WH スミス社は小売業の違う分野にも進出し、1973年から1991年まで、 W.H. スミストラベルが営業し、1979年に買収により、DIY チェーンストアのドイット・オールを展開し始めこれは1990年にブーツ社との共同事業になり、1996年に売却された。1982年に元 W.H. スミス社の幹部であったティム・ウォーターストーンが設立した高級書店。 チェーンストアのウォーターストーンズ社を1989年に買収し1998年に売却した。1986年に WH スミス社は音楽チェーンストアのアワープライスの株式75%を購入した。1990年代にはバージングループの小さな店舗を含むその他の音楽小売業者も買収してバージンアワープライスとした。 バージンアはプライスの株式75%は1998年7月にバージンリテールグループ社に1億4、500万ポンドで売却された。1998年2月にアドベントインターナショナル社と EMI がウォーターストーンズ社を3億ポンドで買収し、HMV メディアと呼ばれるジョイントベンチャーに改編された。 HMV メディアは5億ポンドの費用で271店舗の HMV ミュージックストアとディロンズブックチェーンディランズ1995年に HMV により買収の運営も行った。1998年3月に WH スミス社は長年小さな駅の構内店での主要な競合店であったジョン・ミンジス社の路面小売店舗を6、800万ポンドで買収した。 この買収は WH スミス社の小売業がスコットランドへ進出する道を開いた。買収される前は民事社のスコットランドの大型店舗が市場を支配し WH スミス社の存在感は希薄であった。1982年に WH スミス社は ITV のヨークシャーテレビジョンの株主構成と所有者が変わった後で総大量の株式を購入した。 WH スミス社は WHSTV 部門を通して最も早い時期にケーブルテレビチャンネルのライフスタイルとスクリーンスポーツを設立した。これらはスカイテレビの発足に先立ちほとんど全ての英国とアイルランドのケーブルテレビで提供されていた。1991年に双方のチャンネルともにスカイ社が利用している衛星放送のアストライチ A に移り、 あとにケーブルテレビの過藤競争の中で悪い状況に陥った。スクリーンスポーツは TF1 グループの一部となった時にユーロスポーツと統合され再出発しライフスタイルは打ち切りとなった。数年の間 WH スミス社の小売り部門は書籍や音楽の専門チェーン店と大型スーパーマーケットに挟まれて困難な競争を強いられた。このことは 財政状況の悪化と2004年のパーミラグループによる買収構成という事態を招いた。この状況に対し WH スミス社は海外の支店と中核事業の再編に集中するために出版事業のホダーヘッドラインを処分するという処置を施した。英国郵便社の郵便局の役割もしているハウンスローにある WH スミスの店舗2006年に WH スミス社は事業の日本の大黒柱である小売部門と新聞配送部門を WH スミス社とスミシズニューズ社新聞及び雑誌配送に分離することに決め、分離は2006年8月30日に実施された。2007年4月18日に英国郵便社は全国70の郵便局を2008年秋までに W.H. スミスの店舗内に移すと発表した。英国郵便社は郵便局のサービスはすべて引き続き W.H. スミスの店舗で受けられると言っている。2008年3月19日に W.H. スミス社はヨーク社を拠点とする新聞販売チェーンのユナイテッドニューズの買収を発表した。北アイルランドでは W.H. スミスは ベリファストシティセンターに1軒のみがあるだけで、これはアイルランド島で唯一のこの種の店舗であることを意味している。WH スミス社はこの地域にさらに2軒、ジョージベストベルファストシティ空港とベリファスト国際空港に出店しようとしている。WH スミス社はクレア県のシャノン空港にも2点の開店を準備している。WH スミス社は英国以外でも 事業を展開していた。カナダでは1950年から始まり1989年に、カナダ国内の新しいオーナーたちに売却し、スミスブックスと解消するまで続いた。スミスブックスは後にコールズと合併して、チャプターズとなった。コールズとスミスブックスの店舗名称は残り、新たなビッグボックス店として開店する地域もある。スミスブックス店は徐々に看板を下ろしコールズ店へと、 転換された。2008年の時点でごくわずかな地域でスミスブックスの名称が残っている。サウザンプトンにあるこの店舗は典型的な商店街にある WH スミス店舗の外観をしている WH スミス社は1985年から2003年まで米国内でも店舗を運営していた。2001年にはオーストラリアとニュージーランドの子会社を買収したが 最終的には、あとの2004年に、香港国際空港とシンガポールの子会社と共に、処分した。フランスのパリでは1店舗だけを運営している。2008年11月に、WH スミス社は、SSP と共同で、コッペンハーゲン国際空港で5店舗を開店した。WH スミス社は、1959年以来、続く WH、WH スミス文学賞のスポンサーである。 この賞は1959年以来続くもので、世界中の性別に関係なく全ての世代の著者による、あらゆるジャンルの作品を対象とした、最も幅広い文学賞。W.H. スミス社は、英国書籍賞の一つである、W.H. スミス児童文学賞のスポンサーでもある。近年では、皆が選ぶ本の賞も実施していたが、グループの縮小により廃止された。 W.H. スミスイラスト賞が1987年から1994年まで授与されていた。ありがとうございます。